どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう、ガローデンブレイクブロー、第6話社長に挑む、やっていきましょう。北進館を破った永田はプロレスが最強であることを証明した。その永田の前にはプロレスの代名詞とも呼べる男辰巳が立っている。永田はプロレスへの熱い思いを真剣勝負という形で辰巳にぶつけようとしていた。キャクリが、要はだからグレート辰巳が最後の対決相手だね。もうこの後は意地ですよ最後は。もう全然勝てないのはもう分かってるので、もうさっきの昇山戦でかなり苦戦してましたので、そうなると今回はもう頑張っていくしかないね。でもね、逆転の手は分かったんだよ、勝ち方みたいな方法は。最後に勝つのがプロレスだ。うん、もうやっていきましょう。なんかそれ構え方もちょっとなんかこうぽいですよね。しゃがみからの、痛い、しゃがみからの、あ、よっしゃい。で、はい、しゃがんで、違う、しゃがんでっていうのがなんで、でっこ、あれ、意外とちょっと、おら、しゃがんでからのができない。しゃがむ、か、つかみ、なんで絶妙、なんでこのリーチの差が、やだな、おい。リーチの差って意外とこれ技出んの時間かかるんだよね。それがちょっとデメリットっていうか、本当にちょっと無理っていうか。まあこうなったら意地でもちょっとやっていくしかないんですけど、やばい、ちょっとずるいよ相手だけ。またグレート辰巳苦戦するパターンかこれ。おい、無理無理、ちょっと意地でも技、ああ奥義さんまでは無理です。行こう、行こう、行け、俺せいや、行け。まあ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 、まあ、ほどほどね。よし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 、はい、しゃがんでしゃがんで、はい、行け。そして違う、なんで、あ、ガードされてんの俺しっかり。対策をしてやがるぜ、完全に。わかったわかった。じゃあもう殴り合いたくなったら。これ嫌なのがね、ほんとワンツーしかないんだよね、この永田って。普通の格闘技に。普通の攻撃技にね。それが非常にちょっと不利というか、圧倒的不利、いわゆる。それに対してグレー、もうだって掴み技はだ、よくよく考えたらこれグレート辰巳に圧倒的に有利だもんな。圧倒的に有利っていうか。もうもう分があるというか、カード、うん、またこれ嫌なやつだ。何やってんの今、ちょっともったいね。おしよし、そう、それ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 、はい、しゃがんで、違う、はい、しゃがんで、あ、違うよ、はい、しゃがんで、はい、バカ、まあ、なんでも連打しちゃう俺の悪い癖だ。投げないのね、そう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 、よしよし、距離取って、はい、しゃがんで、あ、待つ、あ、待つ、バカ、あ、もう一回待つ、あ、よっしゃ、行け。違う、今じゃない、まあ今これでもよし、よしよし、うい、奥義1解放、気をつけて、はい、違う、結構大振りの技がきついんだな、これが。そら、よし、見えてきた、見えてきた、見えてきた、おら、行け、よっしゃ、奥義さん、あ、でも気をつけて、奥義さんがやばいと思う、多分。よーら、見えてきた見えてきた、よしよしよし、逆転が、あー、え、やばい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 、マジかマジか、うわー、おー、思いっきりおられたかも、あとちょっとあったんだけど、やっぱりこうグレー、でもこれ逆に相手のもう、いけ、とどめ、逆転、よし、あー、あとちょっとあとちょっと、よしよしよし、いいよいいよ、必殺技全部もう出し切って、もうこうなったら、おら、もう殴り合い、もうやけくそだよ、もうでもいい、もう相手も俺も向こうもちょっともう技出したんだからと思ったら、もう単純にあいつ強いわ。こんなに差あるもんですか。そうじゃないんだよな、技が出てくる、あー、つかめない、ムカつく、おい、せっかく今勝てると思ったのによ。おらおら、おろせ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 、長田押せ、違う、もう不利で、もう不利で、こうなっちゃう。強くないっすか、また。ちょっとね、攻略のね、ちょっとね、なんかホームページみたいなの見たんですけど、長田ってマジでなんか全、なんか全キャラで最弱レベルの、なんてか、そのなんて言えばいいのかな、こうちょっと欠点がある、
最悪の欠点があるみたいな。だからそれが、このなんかあの、ワンツーしかないっていうのが、本当に痛いらしくて、実際問題、まじ痛いんですけど、本当にやっぱそれが痛いらしくて、もう勝てないんですよね。つまりこうなってしまうと、本当に。打ち負けるんで、間違いなく。足？最後。アリキックですか。これまたやんの？このパターン。もう永田嫌なんですけど、最初はなんかすごいなんか掴み技とか使いやすいなと思ったんですけど、いざこういうなんか強敵になるともう不利ですよ、圧倒的に。違う、バカ、何やってんだ。あー、ちょっと待って、何やってんの。俺のやりたいことじゃないそれは。よっしゃ、よしよし、そう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 、はい、いよいよ、はい、バカ、そういう出の悪い、出の早い技は、出のてか早いってか時間のかかる技はあんまやりたくないというか、空振った時のこの感じがやばいな。バカ、危ない危ない、うわー、ガードガードガード、はい、よっしゃ、オッケー、よし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 、そう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 、違う、でもまあこれもよし、そうそうそう、いけ、オッケー、奥義さんだけ気をつけて、やばい、解放しちゃったー、タイミングが悪かった、解放する。今何した、今いなされたのか俺。でもあとちょっと、あとちょっと、よしよしよし、見えてきた見えてきた、逆転が、逆転てか普通に勝ちが見えてきたと思ったのに、これかよー。ここまでだ。ちょっと隙を見せたらもうこれだかな、きついぜ。強くねえか、ダメージいくらなんでも。まずいまずいまずい、はい、しゃがんで、はい、行こう。あー、嘘、いえ、空振ったー。今技出たんじゃない、今出ましたよね、今。つかめ、よし、いけ、よし、いけ、そら、オッケーが、ちょっと遅いか、少しで、これ、よいしょ、いけ、そうそうそう、これこれこれ、あ、いこう、よっしゃ、見えてきた見えてきた見えてきた、あとちょっと、いきゃ、よっしゃー、倒した。あー、長かった。グレーでも、まあ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 、これぐらいだったらいいのよ。強さが。松尾翔山が引くほど強すぎたんだよ。お、柔道。その頂点に君臨する。金メダリスト。お、猪野康生。なるほど。やったぜ。なぜか解放したぜ。はい。俺、猪野康生のためになんかこんな頑張ってきたってなると、ちょっとなんか納得がいかないんですけど。まあいいか。やったー。大変だったよー。さあ、ファイター。まだ結構種類いるんだな。うわー、なるほど、なるほど。どうしよっか。じゃあ、ちょっとじゃあ、これでいこうかなー。なんてか、この猪野康生で。あ、でも、井上康生確か弱いんだよな。なんか、他のこういう戦、なんか、やつに比べて。こっちで行こうかな。クラマ・ヒッコイチ？と言っても、いけるかな。なんかわかんないですけど。猛稽古。闇空手の使いって、久我重明を連れて現れた。誰が？おー。現れた、ん？辰巳が連れてきたのか。なるほど、なるほど、なるほど。失礼しました。あー、ちょっとね、実を言うと、だいぶ俺も今ね、疲れてんだと思う。喉は痛いわ、もうなんかこう、だるさがあるわで、ね。やっぱり、うん、昇山戦でかなり体力消耗したのかもしれないですね。これ、ボクシングのリング、お、何やってんの。あー、マキちゃん、ごめん、もうちょいで待って。何やってんの。始まってるぜ。こいつが裏空手の使い手なんだ。クガ10名。シャー！よっちょっ！よっちょっ！あれ？ちょっ
チョンチョンラチョン、早く前に行かなきゃ。音声の方が止まってしまいました。大変申し訳ございません。それじゃあやっていきましょう。クラマ彦一続きですね。辰巳の秘蔵子であるクラマ。クラマは7年もの間表舞台に出ることもなく鍛え上げられていた。デビュー戦を前に先輩である梶原の控え室に押し入ったクラマ、梶原から船着き船を力づくで奪おうとする。先輩から何それ奪おうとすんの？それってまずくねえか、さすがに。まあやっていきましょうか。クラマはね、必殺技は基本的に立ち状態で、出たりしますね。奥義1、2は立ち技でみたいな感じで。で、3だけ、垂直落下式 DDT、相手を掴んで入力すると。やり合ってみるかい。さあ、梶原との試合ですね。行きましょう。いや、掴みはきついぜ。いきなり。もうこうやってだから殴り合っていくしかねえな。ちょっちょっ、やばい、奥義先に出さしちゃうな。まずいなこれ。よっよっよっ、これ何やってんの。ちょっと変な動きすんじゃないよ。危ない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 。あ、痛い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 わー、マジか。しかもほんでもって奥義空振るっていう最悪の感じですけども、ちょっといきなり先輩相手にきついんじゃないですかこれ。痛い、ただ殴る。シンプルだけどでも実に効果的だったり、これ見えないのは困るな。なんかやってて思うんですけど、バカバカ、違う違う、おお、すげえ、え、何今の。出る時間遅いけどダメージはすげえぞこれ。つかめ、まずいまずいまずい、奥義さん、マジか。うわ、やられた完全に。お、必殺技来た。危ない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 、これは。うわ、すごい。さあ最後、もうこうなったら最後まで行くよ俺も。おりゃおりゃ、押せ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 、うい、投げた。あ、ちょっと残ってた。でもちょっとでもダメージ、おお、すげえ。何今の攻撃。まあ倒せたならいいけどさ。これ女の子とのメール、ず、なんか携帯ずっと持ってんだよ。お、今日は社長に呼ばれたぜ。はあ、あ、これは私服の、あ、私服クラマ、外出、外出あれっていう。あ、いいえで、はい、セーブはしておきますよ。データなくなるのが本当に恐ろしくてね。はい、上書きに成功しました。さあさあさあ、クラマ彦一、じゃあ次のミッションいきますか。イケメン対決。誰誰、北進館トーナメント、初戦、クラマは全大会の優勝者である北進館の立脇、何これ、なんとかなんね、わかんないです。一躍トーナメントの注目株となったクラマはキックの相原との試合、安原との試合を迎える。くせ者同士の戦いを始めとしていた。安原、おお、誰だろうね。まあ、ちょっと頑張りますよ、そしたら。安原、な、変わってはないか、特に名前は。さあ、頑張ってきます。うわ、もう完全にもうなんか、北進館の、なんか、ホームですよね。おお、安原健治。何これ、キックボクシングだね、本当になんか。だから、いきなり奥義解放？ちょっ、おら、あ、ダメだ、ちょっと。うい、もうこうなったらもう殴り合い。あ、でも、やばいやばい。殴り合いは不利か、圧倒的に。ただこれ、プロレスラーがこんなに殴っていいもんだろうかっていうのは思うんですけど。それ言っちゃおしまいか。よっしゃ、奥義1使わせなかったのはでかい。そして2も使わせなかった。こうなったら追い詰めるよ、一気に。相手も疲れてるから。押せ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 、よっしゃー、いいぞ。よっ、ちょっと、よっしゃー、やったぜ。じっとしちゃって、黙っちゃった、今少し。集中しちゃうとダメですね。なんかこう、黙っちゃうっていうか。
実況中にそれは良くないか。おっしゃ、やっつけたぜ。さあ、そろそろもう、人間狂気と戦う。もうやだわー。もう怖い気がする。で、というわけで、じゃあやっていきますか。もう行こう。北進館トーナメント、オープントーナメントを勝ち進むクラマの前に、片岡が立ちはだかる。その人間狂気ぶりを発揮してトーナメントを解消してきた、死生館片岡にクラマは挑む。またなんか別の空手の、なんかちょっと団体が来るわけだね。流派なのかな、ちょっと言ったら。まあ頑張っていきたいと思います。でもこのクラマはなんかシンプルになんか特別何かに特化してるっていうわけではないみたいで、いや使い勝手は割といいかもしれないですね。これとやんの？うん。相手は一人か。うお。構えて。あ、でもスタミナあるな、やだな。片岡、テルオ。いて、マジか、いきなり？よっしゃ、おお。すげえ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 。いきなり？と。うわ、ジャンピング、なんだっけ、じゃドロップキックだ。ドロップキック。名前を忘れちゃうっていう時々。やばいやばい。おし、え、空振りですか、今の。もったいねえ、今の空振りは。なんでこう離しちゃうのかな。うい、掴んでしまえばもうこっちのもんなのに。どうせいや、いいよいいよ、はい、どんどん行って、どんどん行こう。丸ボタンでなんで離すのこれ。まあいいや。でもこれちょうどいい、なんかダメージっていうか、相手もこう、よっしゃ、行け行け。あー、レベル2解放ならずか。うわ、何、うわ、やり返された。マジか。くそ、奥義使わせちゃったよ、もったいない。せっかく押してたのに。空手とプロレスって相性いいのかな、どうなんだろう。もう押していくしかないんだけど、ガードが硬いからまあきつい。よいしょ。チョップとかはあんまやんない方がいいのかもしんない。なんか結構時間重いというか、動きが困った時はだから掴み技に頼るとか、そういう戦い方なのがいいかもしんないですね。これ松尾翔さんとやるの嫌だな。なんかまたプロレスラーですから。ほら、いけいけいけ、うし、今後ろに回ったんだったらチャンスだったな。やばい、相手レベル2解放近いぞこれ。こわ、よっしゃ、あー、まずいまずい。一撃でですか。おお、すげえすげえすげえ。おーおーおお、すげえ。うわー、一気に。なんだっけこの技。ローリング、違う違う違う、ジャイアントスイングだ。やばい、よっしゃ、押せ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 、そのまま押せ、押し切れ。つかみも忘れずにと思ったけど、さすがに相手もそのなんかつかみ技をさせてくれないというか。いや、おら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 、いけ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 。もうこうなったらもう殴り合いですよ、ただの。これでも相手の頭突きがすごいな、これ。あれ、意外といいんじゃね、この蹴り連打。蹴り連打が想像以上に効いてんだけど、相手のスタミナももうちょっとで切れそうですから、チャンスかもしんないと思ったが、ハイキックだけだときついか。ローキックも時々加えて、おっしゃ、やばい、まずすぎるまずすぎる。今のあれ、なんかなんだっけ、溝落ちに一気に聖剣好きみたいな、いわゆるボクシングでいう、なんだっけ、ソーラープレキサスブローみたいな。でもよし、押してる押してる、かなりいいぞいいぞ。相手も技ないから、そこチャンス本当に。せっかく掴んだのに、これ丸ボタン間違えて押して離しちゃうパターンがやばいな。これいいな、これアチョって。意外とこのアチョチョップっていうのかな、アチョ好きって言ってるわ、書いてある。アチョ好きが意外とね、なんか出るまでの時間が少なくて、やりやす、使いやすいっていうか。あとちょっと押せ押せ、よっしゃー、やった。大変だった、うい、やっつけたよ、なんとか。いやー、でもレベル4ステージがここで終わったのはでかいわ。さあ、というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。次回は瞬殺で行く。お楽しみに。じゃあね。
うらー、この野郎、この野郎、この野郎。あ、ごめんなさい、ごめんごめん、ごめんごめん、ごめんごめん。あ、ごめんなさい、悪意はないんだ。あはあ、やべやべやべ。やべ、審判にめっちゃ怒られる、こんなやつったら。よし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 、とりあえずダメージどんどん当てて。うわーやばい、うわーやばい、うわーやばい、おこかんがー、あー俺の、俺の、あー